北京語源大学は中国北京市会予読に本部を置く中国の国立大学である。1962年に設置された大学の略称はブルー級。中国教育部直属の国家重点大学の一つ。東京都豊島区にある東京高北京語源大学は16の学部専攻、24の修士課程。 旧の博士課程が設置されており、そのうち国家重点学科が1カ所、北京市重点学科が2カ所、教育部指定の大学人文社会科学の重点、研究拠点が1カ所設けられている。北京語弦学院が前身で、外国人向け中国語教育で、中国最高峰の名門大学である。このため国連をはじめ国際機関の職員、 各国の民間企業のエリート職員が多数学ぶ国際色の豊かな大学である。中国最高峰の外国語大学である北京外国語大学と発祥を共にしている。北京外国語大学の前身である北京外国語学院の位置は本校にあたる。その後、1996年に北京語源文化大学と改名し、2002年より今の公明に至る。 北京大学や聖火大学などの国家重点大学が、ひしめく中間村エリアの北京市会をどく学院路15号、ちょうど学院路と政府路の交差したところにある。世界各国からの留学生も多く、大学構内には外国人留学生の志向に合わせたスーパーや飲食店、スポーツジム、ボーリングセンター、カラオケなどもあり、外国人にとって充実した設備が整う。 2015年4月に現地4年間でも卒業資格を得られる初めての海外文校である北京語源大学東京校を日本東京都都島区に開設する北京語源学院の校題は1974年に毛沢東によって書かれており当時の正門ではその字で学校名が掲げられていた下校中の学生たちありがとうございます